すいません、ちょっとね、追加でね、二股に関してね、答えを、男性の特徴がちょっと一つあったんで言っておきます。腹がくくれてる男性は結構浮気をします。全然勇気がある人とか度胸がある人はね、通常は怖くてできないんですよ。バレたらどうしようと思うんですよ。でも度胸がある人とか精神的にものすごく強い人はお構いなしでやりますね。で、それがバレたところで言いくるめる自信があるんで、結構ね、強い男性はね、英雄色を好むじゃないですけども、へっちゃらでやりますね。それを超えてね、本当に一人だけを愛してくれる人は絶対に話しちゃいけないですし、寂しい思いをさせない方がいいと思います。そういう男性は本当貴重ですからね。まあなかなかね、そういうなんか一人だけを愛する女性を愛する男になりたいって人はあまりいなくって、できれば、まあ、あちこち行きたいなと思うわけですからね。気をつけた方がいいと思います。特に年を取ると男性はあまりモテなくなるんで、まあ若い頃もモテないと思いますけども、40代50代はなかなかね、人に言い寄られることはないんで、来たらね、なんかそのそっけなくするのが惜しいと思うんで、なんとか付き合えないかなと思うわけですよ。でしょね、男性諸君そう思ってるでしょ。分かっているんだということで、ちょっとね、さっき動画に入れ忘れたんで追加でございました。じゃあ、あとはね、女性ならではの特徴はまた別の機会にお話しします。それでは失礼します。さよなら。今週は以上です。